この度は我が社の商品に不備があり、数多くの消費者様、並びに全国の皆さん、我が社に信頼を置いていただいている関係各社の皆さん、さらに関連の子会社など、大変多くの皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。せーの、本当にすみ本ませ当んでにしすみまた。せんでした。質問を受け付ける前にですね、こちらからもう少しだけ、申し上げたいことがございまして、今回の商品の不備に際して、あることが発覚しました。まずですね、総務の人間が、横領を行っていたことが発覚しました。これについてはすでに刑事事件となっておりますので、あとは、弁護士の方と相談して、という形になるんですが、国民の皆様、並びに、我が社を信頼していただいている関係各社の皆様に、多大なご心配、並びに、不信感を抱かせてしまったことについて、深くお詫びしたいと思っております。せーの、本当にすみ本ませ当んでにしすみませた。んでした。では何か質問は？そちら。そうですね、本当にその件に関しまして、繰り返しにはなるんですけれども、本当に、こちらの管理の甘さというのが出てしまったなというふうに思っております。本当に申し訳ございませんでした。せーの、本当に本すみ当まにせすみませんんででしした。た。では他に。そうですね、我々の責任についてでございますか。そうですね、我々上層部の人間につきましては、減給や役職降格など厳正な処分というものは考えておりますが、私自身としましては、職を辞するということは一切考えておりません。職務を全うすることこそがですね、問題解決に、直結するのではないかなと思っておりますので、絶対にやめません。せーの、絶対にや絶めな対にやい。めません。世間に示しがつかない。そういうですね、ご指摘、必ず出てくるだろうなというふうには思っております。でもね、それを私はもう甘受したいと思っております。今の位置での生活水準の高さですね、快適さ、有意義さを鑑みましても、やはり、辞することは妥当ではないと思っておりますので、絶対にやめません。せーの、絶対に絶やめ対ません。にやめません。では謝罪会見を終わりにしたいと思います。せーの、どうもありどうがとうもございました。ありがとうございました。